失敗は成功のもと失敗は成功の反対語ではありません失敗は成功の母失敗は成功のもと失敗なくして成功はありません失敗なしの成功はあり得ないと失敗して失敗して失敗して成功する方法が見つかると失敗したおかげで成功する方法が見つかるとですから失敗をゼロにすることはできないただ エジソンは失敗1万回でもめげなかった。電球の素材見つけるときに1万回失敗したというのは有名な話ですけど、まあ、凡人はね、1万回と言わず、まあ10回かでもめげるというのが凡人です。そんなわけで、数少ない失敗で成功にたどり着く選択とサポートが重要です。私はオーストラリアアマゾンで 数少ない失敗で成功にたどり着くサポートを提供しています。この場合失敗とは儲かると思った商品が売れなかった、あるいは損したことを意味します。成功は儲かる商品が見つかったということです。今の日本アマゾンやアメリカアマゾンでは成功の前にめげます。もちろんアマゾンを使わない物販やアフィリエイト、アドセンスでは日本アマゾンやアメリカアマゾン以上にたくさんの失敗が必要です。 めげずに続いたら立派です。普通は成功までたどり着けないです。今のうちから始めて、オーストラリアアマゾンを始めて儲かる商品を見つけるそして、アマゾンを信用させる取引実績を積むことが重要です。先に始めていれば、強いライバルに勝てます。というか、始めて1年もすれば、ライバルに打ち勝つだけのスキルも身についています。転売の春は、 客層の良い成長期です。成長期はね、立ち上がってこの曲線がぐんぐん増えてる。ここまでということです。今、日本やアメリカは、アメリカもこの辺ですよね。まあ日本もここでしょうね。えー、もう、成熟しすぎちゃうと。実はあんまり儲からない、儲けにくい市場になります。えー、成熟したプラットフォームは、顧客もあれ、ライバルも増えて稼ぎにくく、面倒なことが多い市場になります。 ヤフオク、楽天、日本アマゾン、アメリカアマゾン、メルカリ。いずれもプラットフォーム自体が成長している時期は濡れてに泡でも稼げました。今のうちからオーストラリアアマゾンに集中して取り組むことが初心者が稼ぐ一番良い方法です。そして、物販初心者にはストレスフルーなオーストラリアアマゾンがおすすめと。何しろオーストラリア人は間違いに寛大です。 日本アマゾンでやったら詐欺師呼ばわりされる。悪い評価確定の事例があります。オーストラリアマゾン、ね、始まったばかりで、カタログも適当に作ってる人多いんで、適当なカタログがいっぱいあります。でね、あるカタログを見ると、タイトルを見ると、白とピンクのセット販売に見える。ね。例えばこれがそうだったとします。だけど画像はピンクと。あるいは逆にタイトルを見ると、まあ、白。 またはね、ピンクだけど画像はピンクとか白、ね。タイトルと画像が一致してないというのがあります。一つなのかセットなのか紛らわしいカタログ結構あります。で、今回の事例は、白を FBA に入れたら、ね、購入者から、白とピンクのセットじゃないのかと、ね、買った購入者から、白だけしか届かんと、クレームが来ました。そこできっぱり、いいえ、白のみの判断ですと。もちろん英語ですけどね、返事したところ、 うん。ということで、白とピンクのセットを買ったのに、白だけ届いた。評価3。普通ですよね。評価3。評価悪くもなんともないと。え返品するとかね。評価1とかにじゃなくて、評価3でいいんだと。まあ日本なら詐欺師をばわり。アメリカでも返品されるでしょう。しかしさすがオーストラリア。不満はありつつも、まあ普通の評価3。一つ少ないけど、まあいっか。といったところです。何しろ 普段からリアルショップやインターネットでひどい目に遭い続けている OG は、忍耐力の強さと適当さが日本人から考えると別世界です。これ実は商品そのものは変えてますけどね、やり取りは実際に相手のままです。そんなのんびり、取引できるオーストラリア市場で販売しましょう。オーストラリア小売市場は日本市場より大きいと。オーストラリアの1 1月15日から、 12月24日までの40日間の売り上げは、500億ドル。4兆2000億円です。これはあの、日本の小売業全体の売り上げ、年間26兆7000億円ですから、月間2兆2200億円。オーストラリアの方が、オーストラリアの40日間の売り上げ4兆2000億円。日本が1ヶ月で2兆2200億円ですから、オーストラリアの方が、実は日本よりすでに小売市場の売り上げは、売り上げ規模は大きいんですね。 人口は3分の1、4分の1以下ですけど、売り上げはなんとオーストラリアの方が大きいと。オーストラリアの購買力の大きさというか、日本の購買力のしょぼさというか、まあ何しろそういう状況です。そんなオーストラリア、日本製品高く売れてます。例えば、ミニオン危機一発。日本だと定価以上で販売するのはね、もうこう、 注意喚起マークつきますね。えー、定価より高く売ってます。そうしないとクレームになります。日本はね。まあ、当然日本以外の国、オーストラリアには注意価格の表示なんかありません。まあ、だっていくらで売ろうが別に出品者の自由でしょうってことですよね。日本では定価以上で商品を販売するのにリスクが伴う、ね。本当に欲しい人は買えなくなる。いやいや、本当に欲しいなら別に高くても買えばいいじゃんと思うんですけど、日本の場合の本当に欲しいっていうのはね、 本当に欲しいわけじゃないんだけど、みんなが買ってるから安く買えるなら買おうと思ってる人が買えなくなるのが問題だと。ちょっと独特ですよね。日本国内で販売するなら、安く販売するのが無難。でもそうなると、稼ぐのが難しく、ハードワークが必要になると。ということは、これね、あの、売るのはもうすんごい大変。色々気使ってね、安くしか売れない。だけど、 これ、仕入れの場所として考えたらすごい理想的です。まあ、もっといそんなわけで、ミニオン機器一発、オーストラリアでは、アメリカの2.5倍で売れてます。まあ、オーストラリアで日本製品を買うと、日本の何倍もの価格です。オーストラリアは、逆にね、日本と逆です。もう、買い物するには地獄です、ね。だってね、買ったものちゃんと動かないとかね。なんか壊れたもの届いたとかね。買ったものと違うものが届いたとか。 注文した品が何ヶ月も入らないとかね。もうなんか、何それっていう出来事がね、日常的に起こります。ただ、そういうひどい状態にいるオーストラリア人にね、アメリカから上陸したアマゾン。アマゾンで買えば、買ったものが数日で届くと。これはもう驚異的なんでね、今後ぐんぐん広がってきます。輸出ビジネスで販売する場所としては、オーストラリアは楽園です。 その他にも日本商品がオーストラリアで何倍で売れるかを紹介します。ゴルフバッグ。1.84倍。1.84倍って言って額でかいですよ。24,786円のものが45,780円。プロギアのゴルフバッグですね。日本のウイスキー。3.1倍。日本のウイスキーはもう本当に上手まくってますね。日本で16,569円のものが、オーストラリア51,428円と。 釣り具のリール1.82倍。日本で7100円のものがオーストラリアで127,652円。それからおもちゃ。26.46倍。すごいですよね。8,791円のものが232,680円と。それから、オーストラリアアマゾンならダイソー商品でも稼げます。ダイソーネント8個セット4.64倍。 10.97倍。40.31倍。10.07倍。40.98倍と。もね、年度40倍で売れるかよって感じですよね。日本だとね。オーストラリアだと売れてます。ゴマスリキ、15.96倍。スミパック、10.6倍。2個セットで5.45倍。ミニディスク、10枚セット、4.36倍と。激落ちくん君、16.78倍。 リットリ14.95倍ティラノサウルスの木,木製パズル13.33倍とその他ベイブレードこれ番外編としてねどういうことかというと自作商品買って品切れになるのを待って売ればすごく儲かるというのがこのベイブレード日本でも3万1000円でオーストラリア3万4565円と全然差額ないじゃんって感じなんですけどもともとはねこれこの10分の1 の低下なんです。ただ、えー、品切れになっちゃったからこういう高くなってるというのでね、えーまあ、高く売れる商品、日本にはゴロゴロあります。で、転売するのに2倍で売れれば利益を出せる商品が多いです。で3倍で売れれば利益率は30から40%であります。で、10倍で売れた場合は利益率は50から90%であります。これね、大きさとか重さとかね、えー、その辺によって変わってきますけど、 まあ何しろ、もう3倍で売れる商品見つかれば30%から40%でもう十分と。で、3倍で売れる商品っていうのはオーストラリアにはゴロゴロあります。なぜなら、日本は30年前と賃金も物価も変わってない。オーストラリアはえ27年間不景気知らずに経済が成長していると。だから物価が高い。単純に、単純に考えても3倍です。 日本国内で販売するセドリア、日本で販売する輸入ビジネスでは、10倍で売れる商品を見つけることは困難です。困難ですよね。何しろ30年前からね、えー、物価も賃金も変わってない、世界一品質の良いものが安く買える日本で輸入するとか国内で高く売るというのはね、まあ、かなり難しい話です。一方、オーストラリアに輸出するなら、価格差10倍の商品もボロボロ見つかります。 日本で住んでいるあなたにオーストラリアアマゾン副業を始めれば今の本業より稼ぐことができるチャンスです。成功の反対語は何もしないです。この記事を読んでいるあなたは手を伸ばすだけで成功をつかめる場所にいます。今、オーストラリアアマゾンを始めれば初心者でも一生稼げるスキルが身につきます。オーストラリアには強いライバルはいません。 必要なことは、今すぐ、わずかな投資をして、オーストラリアアマゾンを始めるだけです。